おはようございます。列の最後尾、ただの列じゃないよ、一般入場列ね。今日は日曜ということで結構お客さん多めなんですけれども、しかもこれ最後尾で人が来たら前にこう行ってもらうっていう、この事前事業のようなじゃあ並ぶなよって話なんですけど、一応ね、すげえ人来るな。全部あの前に行ってもらいましょう。最後尾をキープするという、そっからのこの王道のねスタート、それが俺の王道ということで言いましょう。回転だよ、早く早く早く、もう回転 VTR 回転と。初めて来るお店だからどこに何があるか全く分かんないんですが、こういうお店ではね、初めて来るお店ではね、常連の人がどういった台を選んで座ってるかっていうのをね、まず見る絆が、お客さん相当いますね。9割ぐらいですね。番長、なるほど。あ、リノありましたね。朝一リノ行こうか。朝一リノ行こう。トマトの雰囲気見て、とりあえず5000円から1万円打ってね、様子を見ましょう。おはようございます。パチスロ界のケビン・コスナー沖光でございます。さあやってまいりました、コンコルド築地東店さんでございます。何しに来たのか、そう、王道という番組の収録でございますね、これね。僕の人生が王道からはかけ離れたといいますか、どちらかというと邪道というか、サブカルチャーというか、ニッチというか、そういった人生歩んできてますんで、本当はね、王道っていう番組に出るのもどうかなと思うんですけれども、1位が現在暫定1位がジャスティン・ショー、あのボンクラが3000枚で暫定1位、2位が辻康史、B 級ライター全然ダメだ。辻くんが2位で340枚プラス、3位タマちゃん、なんだこれ、タマちゃん日本プロ麻雀協会連盟のライバルですからね、これね。今んとこジャスティン・ショー、辻康史、タマちゃんという、そういった3名の方がね、あの上位にランクインされてるそうなんですけれども、王道だろ、王道、ここはやっぱ超 A 級ライター、まあ、元ライターの私沖光がドーンと出玉を出してですね、上位にバッとランクインしたいなと思います。まあ上位じゃダメなのね、1位になると冠特番っていうのがこの DMM パチタンさんの中で作っていただけるという、そういったご褒美があるらしいんですけれども、まあここだけの話、僕はあの冠番組というのが本当に苦手でして、なるべくそういうのを避けて、うまい具合にこう何々と光るのみたいな、だいたい2番目か3番目に名前があると僕は生きるタイプなんですね。だから1位は取りたいけどあえてそこはね、あの未来あるジャスティン・ショー君とか、未来あるのかな、ショー君に僕も何回か絡んだことというか喋ったことあるんですけど、彼に未来があるとはちょっと思わないんですが、とりあえずそういったこれからの人たちのために1位の座はね残しておいてあげて、僕は2位
2位を目指したいなと。これ配信される頃には下手したらもう50歳になってるかもしれませんけども、なるべく無駄を省いた人生をね心がけておりますんで、今日は気楽に、なおかつまあ楽しみつつ、できれば勝ちたい2位を目指す、このコンセプトでいこうかなという感じでございます。それでは果たしてどうなるのか楽しみでございますけれどもね、次戦の方行ってまいりたいと思います。行ってまいります。さあ、それでは次戦の方始めていきたいと思います。はい、危ない、久々に打つんで順押ししてしまいました。失礼しました。さすがにリノを順押しでは良くないよね。それは舐めてるよね。番組とパチスロを舐めてるということで、それはないでしょうと。最近やっぱね、もうあの液晶とかいらないんだよね、俺。全くいら全くいらないです。朝一6ゲーム目ランダムでいきましょう。どっせい、よし、一発目一発目 6G で一発目のトマト、最高最高じゃないですかこれ。ただここで油断するとあかんざきよこれね。一発目は何でもいいから、ボーナスビッグでもレグでもいいから大丈夫。入りました。変な目のリプレイ、よーし、ラッキー、アンラッキー、アンラッキー、レグ、まあいいでしょう。なんとびっくり、朝一6ゲームのトマトからのレグ、いいねいいね。なんだこれ。でもね皆さん、これこういう台って1回刺さったらバッて 2,3,000 枚出ますよ。1回刺さったらね、刺さるかどうかは全く分かんないけど。うまっ、頼む618、これや、よしよし見ない方がいいね、見ない方がいい。8分の1だよね、8分の1だろ。おお、ラッキー、8分の1、こんな引けないかいこれ。ほら来た、チャンス、はい、おはようす。ちょっと恥ずかしがりながらやりました。うわー、ラッキーラッキー、入ったー、ありがとうありがとう、いい薬です。よし、むしろ外れろ、まあいいでしょう。これ当たった時の上のやつすげーかっこいいっすよ。これは入った、これは入った、よし、ビッグでお願いします。よっしゃ、ありがとう、上、どうしゃー、777、どうすかどうすか、これいいじゃん、コンコルドさんのこの演出素晴らしいと思いますよ。来た、ラッキー、
絶対入るやつやん。絶対入るよね。入るよね。おい、入った。あれ、目押しミスかい。あれ、おい、はい、入った。調子いいね、調子いいね。来たよ、来た来た来た。さあ現在ビッグ4のレギュラー1回計5連でございます。さっきねデータ上がってたんですけど830枚ぐらい一撃で出ておりますんで、次ビッグ引いたらほぼほぼチャラに戻るよということで、ここは結構大事な一番なんですけど、一発目で若干ピンチ、チャンス、逆にチャンスね、逆にチャンス、これは逆にチャンスなのよ。レグパターンやりました。入るよね。あれ、おお、ラッキー、下段転廃ビッグチャラまで行きました。チャラまでやりました。チャラまで行ったよ。よし、1095枚、1095枚でほぼほぼチャラと思うじゃないですか。こちらのお店46枚貸しなんで、ちょっとだけプラスになってます。10枚とか20枚とか多分そういうレベルで、サダマはプラスになりました。よーし、こっからは浮きになりますからね。さらに気合を入れて、よし、浮いた、浮いたよね。あ、でもレモン、ただレモンのことがあるのか。8割ぐらい重複すると、うん、もう大丈夫、大丈夫だ、大丈夫だ。よし、浮いた。2万2000円の投資を回収しました。一撃でやりました。どこまで伸びるかなと。よし、チャンス、1ゲーム連かましとけ、おら、やったやりました。グレートになるかも、ビッグ。はい、どうや、あー、グレートにならない。グレ、この後、おっ、どうなんの。おうおうおお、割れて割れて、グレート、グレートいただきました、グレートいただきました、ありがとう。小粋な演出だね、ミラクルゲート。終わってはないんだけど、若干雲行き怪しいな、この雰囲気。ほら、セーフ、あぶねー、レグ、レグだよね。よし、一応10連。はいはい、まだまだこんなのプロセスだよ。よし、ハイチャンス来た、ビッグでお願いします。よし、絶好調、中畑清でございます。ありがとうございます。中畑、あれ、リズム継承しております。ういどうや、どうやー、リプレイかー。次リプレイで終わりだな。終わったな、終わった。
ほぼほぼ終わりましたね。11連でした。まあまあ上出来ですよ。楽しかったです、はい、投資22,000円で一撃1700枚出ましたんで、ちょいプラ状態になりました。もう僕は満足です。正直満足です。はい、まあまああとはね、まったり楽しんでいきましょう。お、一発目だけど、あれ岩井さん、どこ、一番大事なとこなんだから、もうリノでこれで喋らなかったら何にも取れないよ、本当に。あと一発目のトマトなんですけど、まあこれは多分外れると思います。逆に外れなきゃいけないと思います。さっきが良すぎたんで。はい、外れましたね、うん、これが王道。頼む、あーダメだ、ちくしょう、あー、来た。今一瞬大移動を考えてたんですけど、13回目です。さっきまでの時点でトマト12に対して当たりが4だったんですね、まあ、連チャン中のなんか変なのも込みなんで正確じゃないんですけど、現状3分の1ジャストなんで、ここは決めたい。410ゲーム4回目のトマトチャレンジ、はいはい、よしやりました。そしてここが決まったということはボーナスを入れたい、なんとか、よし入りました。とりあえずノーボーナスは避けました。レグかまあいいでしょう、よかったよかった。414G70 ゲーム戻しますように、3分の1、はい、よし14の6、さあ来い。おさらいしておきますよ。朝から10、11、1と来てます、レンちゃんが。さあここからです、はい、頼む、まずはビッグだっつってんだよ、これよ、うそうだろう。よし80%、よし来た、ビッグ、よし、おはようございます。やりました。これは当たるんじゃないの。めぐりました、頼むよ、重複、よし、ビッグ、レグった、まあまあいいでしょう、ビッグ、よし、ありがとう、終わったっぽい、終わりました。4連ですね、ビッグ2、レグ2、まあまあしゃあないでしょう。
18-6。ちょっとランキング見せてもらえますか。ランキングもう一回ちょっとここでおさらいしておきましょう。王道暫定1位ジャスティン・ショウプラス3107枚ね。2位が辻康くんプラス347枚。3位がたまちゃんプラス240枚と、暫定4位からマイナスになってんですね、うん、だプラスになりさえすればほぼほぼ3位以内はいけるんだよね。現状僕が総投資22,000円、持ち玉が900枚、マイナスなんですよね。マイナス300枚ぐらいなんですけど、こっからさらに飲まれることを考えると、松本バーチ君の下に行くと、6人エントリーしてて現状暫定6位になってしまうという情けない状況だけはちょっと避けたいよね。あれ投資22,000円のはずが1,000円なくなってる。俺間違えてしたのかな。7,000円になってる。これ2,000円、8,000円あったはずなのに。ふざけんなよ。隣行きます。はいどうも、パチスロ界のキアヌ・リーブス沖ひかるでございます。スーパーリノに移動してまいりましたよ、ね、すぐ隣の台です。ちなみに残りの枚数739枚、持ちコイン、はい、ちょうど実戦が終わる頃には飲まれているのかなと。来た来たよ、一発目の野郎。これスーパーリノって、普通のリノよりトマトが揃いづらいというか、トマト出現率が低くって連チャン率が高いんだよね、確かね。今井さん言っとく、今井さん言っとく、バーバー、全然ちげえじゃん、ババア、やろう、ババア、きたー、2発目、2発目よ、いきます、3分の1で揃う、3分の1で揃う。これ悪い台じゃないんじゃない、今んとこ、今んとこね。もう無理っすね。なんだよもう、いつの間にか1,000円なくなってるしさ。諦めるか、最後もう一回リノに戻ってトマト引くか。3,000円分あるからね、理論上1回は引くよ、普通のリノだったら3,000円くらいあれば。勇気ある撤退だな、隣に移動だな、隣に移動。こんだけ打ってこないってことは来ないんでしょう。なんなんだよ。なんなんだよ本当に。もうカチカチ君とか別に使わないよ。もうどうでもいいから。トマトの出現率とか。もはやどうでもいいから。
目は痛いし。あ、はいはい。このタイミングでかい。まあいいでしょう。ちょっと写真撮ってきます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。さあお客さんの対応しましてね。さあ来い、さあ来い。シャキン、よし、来た来た、早く来たよ、ほら来たよ。チャンス、チャンス、チャンスだろ。やっぱこれ打っときゃいい、これ打っときゃよかったよ。もうなんだよ、あっちの台でもう500枚ぐらいなくしてさ、バカみてえじゃん。超無駄じゃん。さっきの11連でお願いします。11連でもう来た、ほら来た。よっしゃ、こっからだよ、こっから俺の本領発揮ね。一撃3000枚目指します。こうなったらトマト当たってたやつだこれ多分。もういいよどうだってそんなのな、そんなのどうだっていいわもう。たたったらダメだった。たたたたたたたらたたたたたたたら、あーダメだったもうダメか。ラスト、リプレイセーフ、五郎丸。さあ来い、ラスト終わった、終わりました。実戦終了でございます。お疲れ様でした。と、まあ、いろいろ言いたいことございますけれども、まずは結果からですね。外市24000コンコルド回収ゼロということで、完敗でございます。完敗 RD2 でございますね。あれですよ、 24×50 枚じゃないからね。このお店は46枚貸しなんで、24×46 の定までマイナスということなんですが、もう細かい枚数は下に出てると思いますけれども関係ございません、この王道6回目かな、6人目の刺客としてやってまいりました私沖ひかるですけれども、今のところダントツのビリということで。何しに来たんだと。あんだけ文句言うなら別にリノ打たなきゃいいじゃんっていう話なんですけど、まあ嫌いじゃないっていうか、まあ液晶の台があんま好きじゃないんで、まあリノしか選択肢がなかったっていうのもあるんですけれどもね。設定に関してはおそらく中間ぐらいはありましたよ。途中のね、あのトマトの概算の出現率とかも4とか5ぐらいの数値、近似値だったんで1ってことはないと思います。ただもう設定とか関係ないっす今日。レーンが引けなかった、それにつきますね。多分初当たり7回ぐらい引いてんすけど、初当たりっていうのはトマトからのボーナスね、あトマト揃いねを7、8回引いてんすけど、単発が半分ぐらいだったもんね。
唯一1回だけ11連して、あと最後の方で4連が1回来ましたけど、まあもうちょっとコンスタントに連チャンしてくれて、なおかつビッグがもうちょっと多ければチャラぐらいにはなったかなと、つまり推定4ぐらいなんじゃないかっていう、そこに落ち着くわけですが、まあ今日の範囲はですね、お店とか設定とか台とかじゃないですね、あのスーパーリノにスケベ心で移動した心の弱い僕の行動、これにつきますね。リノがさ中間だって自分で思ってんだったらそのまま粘ればいいじゃん。中間でも跳ねるとき跳ねるんだから大負けはしないよ。多分飲まれなかったよリノ打ってたら。適度にタラタラ飲まして、あちょい負けでしたねなんつって半笑いで帰れたと思うんすけど、はい、というわけで残念な結果でしたけれどもね、あのなんとか暫定ビリだけど、まだまだ何人もこの刺客が現れると思いますんでね、果たして僕が最終的に何位になるのか、その辺も注目していただければなと思います。というわけで DMM パチタウン王道沖光編これにて終了です。ここまでたどり着いた皆様本当にありがとうございました。あの令和元年もう下手したら2年になるかもしれないというこの時期にね、リノとスーパーリノ打って文句だけを言うっていうこの動画を、この最後の最後エンディングのここまでたどり着いた君たち、幸あれということで、今回はここまで。以上沖光でございました。さようなら、ありがとうございました。